本日6月4日、バンテリンドーム名古屋で開催する、中日ドラゴンズ福岡ソフトバンクホークス戦において、ドアラが体調不良により出演を見送ることになりました。楽しみにされていたお客様には大変申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。30周年記念行事からホームでもビジターで出っ放しだったもんな。名古屋にいるうちにしっかり休んでイスコンに乗り込もうぜ。この時期は体調崩しやすいので十分休息を取ってもらいたいね。また元気な姿を見せてくれるのを楽しみにしてるよ。30超えたぐらいから、それまでなんともなかったぐらいの、疲労が翌日まで抜けなくなるんよね。交流戦期間は遠征多くてきついけどどうかご無理なさらず。もうちょいシャオロン、パオロンの戦力が高ければ。可愛いから育成次第ではもうちょいやれると思うんだけどな。ハリーとの絡みが見れないのは残念だけど、シャオロンパオロンに任せてゆっくり休んでくれ。ハリーもドアラが大好きだから残念だよな。どうぞ大事に。ハリー寂しがるなぁ。ドアラの中の人って複数人いると思ってた。唯一無二ならば、なおさらを大事に。交流戦、ドアラたくさん見れる数少ないチャンスなのに、どうかを大事に。マジで ?30 周年とか立て込んでたしな、お大事に。実は首痛めてたとか心配や。内臓はもういい歳なんでしゃあない。1万試合目なのにな、相当体調悪いんやろな。いくらホームとはいえドアラのな、が入れ替わって、しれっと出場なんて無理だろうしゆっくり養生してくれや。つば九郎に飲み連れ回された疲れか?ドアラも荒服やから、そりゃあちこちにガタが来るものしゃあない。ゆっくり養生してな。あらあら体調不良は仕方ないよね、長引いたらエスコンも欠席かも。ただでさえ温度差激しいし体調管理難しい時期だし仕方ない。おかしい。ドアラが体調を崩すなんて、これは何か。しっかり休養してもらって、でも違う意味で安心もあるね。